ネバドデルルイス山のハザードマップと実際の被害地域。ラハールによる被害予想地域と完全に符合しているのがわかる。ラハールに埋め尽くされたアルメラの市街地ネバドデルルイス火山はコロンビアカルダス県のアンデス山脈中にある活火山。別名ラメサデルベを地元インディヘナの言葉でクマンダイとも呼ばれる。同国の火山の中で最も北に位置し、 赤道直下ながら山頂付近は雪に覆われており、噴火の度に溶けた雪と火山噴出物による泥流が発生する。九百八十五年の噴火による災害以降、近隣の住民から火山は眠れる死死と呼ばれるようになった。過去に五百九十五年と八百四十五年に大噴火し、ラハールによりそれぞれ六百三十六人、約千人の死者を出していたが、 1985年、当時鳥間県アルメロの町は、1845年のラハールによる堆積物の上にあった。1984年11月、ネバドデル・ルイスは、約140年ぶりに噴火活動を開始。翌1985年9月11日、水蒸気爆発により、ラハールが発生して、西側斜面を 27km 流下した。西側には、 マニサレスという人口約35万人の都市があったが、推計が異なることもあり被害は受けなかった。10月7日、コロンビア国立地質鉱山研究所が、アメリカの火山学者の指導のもとにハザードマップを作成、公表し、地方自治体や関係書機関に配布したが、噴火が一時沈静化していたことなどからほとんど評価されなかった。 アメリカ地質調査所は新たに火山性地震の専門家を現地に派遣しようとしていたが、コロンビア最高再選挙事件の影響で中止された。そして11月13日15時過ぎ、本格的な噴火が起き、21時頃に最高潮に達した。噴火自体はやや大規模という程度のものだったが、この際発生した火砕流により雪や氷が溶け、東側斜面に 大量のラハールが発生した。流下するラハールは最大幅50メートルに及び、発生から2時間半で100キロメートル以上の距離を流下して、麓のアルメロを直撃した。その被害は人大で、人口2万8700人の約4分の3にあたる2万1000人が死亡した。これを含め噴火による被害は死者2万3000人、負傷者5000人、 家屋の損壊五千棟となり、二十世紀における火山噴火で二番目の被害者を出した。生還を果たした人たちによると、再度の噴火の可能性等の警告が行われたが、以前から偽情報が多く流れていたため、あまり聞き入れられなかった。さらに、市民のパニックを恐れた市長が、ラジオで噴火はないと終始放送を続け、その日の祭りのために、 近隣の住民が駆けつけたことも被害を大きくした。このことから2008年2月12日にユネスコは国際惑星地球年の一環として正確な知識の不足と情報伝達の不備による世界最悪の人災による悲劇のワースト後の一つとしてこの噴火災害を認定している。被災した死害は 1990年代の中頃になっても6メートル以上の火山灰や瓦礫に渦漏れたままで簡素な野生動物よけのフェンスに囲まれ小さな木が育ち始めていた。地元の住民が建築資材として付近の石材を採取するたびに犠牲者の遺骨が見つかり、この地に点在する霊廟へと収められた。現在、アルメロの町は被災地の北約8キロメートルに移転しており、 旧市街地は再建されることなく、墓地として保全され、今でも多くの遺体が眠っている。この災害の復旧には、その年のコロンビアの GNP の約20%に、当たる77億ドルが費やされた。1985年の噴火では、アルメラの人々が火山灰の丁寧に渦漏れみ動きが取れなくなり、救助も行えないまま多くが亡くなった。 中でも13歳の少女のお前らサンチェスは、下半身が水中で挟まり、首と手だけが、水の上に出た状態で救助を待ち続たが、なす術がなく3日後の11月16日に衰弱し、した。救助を待つ彼女の写真と、息を引き取った後水の中に沈んでいく映像は、世界中に報道され、災害の衝撃と悲劇を伝えた。 1985年のネバドデル・ルイス火山噴火に関するカテゴリーありがとうございます。